皆さん、こんにちは。こんにちは。今回解説するのは、人類が生み出した特級呪物、奇弁だ。いきなりどうした？人という生き物は、他の生き物と何が違うのか。大きな特徴の一つは、文化や技術理論を、うまく継承することにあるかもしれない。まあ、他の生き物にも文化はあるけど、人はうまくやってるよね。そうだとして、なんで人はうまくいってるの？人から人へ、情報を伝える術に長けているからだろう。話したり書いたりって感じでね。確かに人って、よく泣くよね。ではもし、歪められた形で情報が伝わったら？そんなことしたら、文化は廃れちゃうんじゃない？間違って伝わってるんだから。そう、人類が失うものは大きいだろう。有用なものですら、間違って破棄してしまうかもしれない。そして人は、この最悪のシナリオを実現する文化も持っている。それが奇弁だ。奇弁って何？ざっくり言うと、間違った論理を強引に正しく見せかける弁論術だ。奇弁家にかかれば、カラスの羽は白くなり、桜の花は青くなる。結構やべえ技術じゃない？かなりやばい。だからこそ、その技術を紹介しよう。こいつもやばい。いや、技術の種を知れば魔法が解けるのと同じように、奇弁の仕組みを知ることで、自分の身を守れるようになる。今回は、そういう解説だぞ。今までで一番有用な動画だね。翼で撃つぞ。でも、なんで生き物の進化を解説するチャンネルでやるの？それはそのうちわかると思う。で、今回の内容はこんな感じだ。はい、例のあれ。はい、こんにちは。今回は、よくある奇弁を紹介します。これから、二人の会話が始まります。どこにおかしなところがあるのか、あなたは説明できるでしょうか？奇弁のテクを知ることで、現代社会の護身術を身につけてください。では、始めよう。次のニュースです。英国の大統領は本日の会見で、再生可能エネルギーへの投資に前向きな姿勢を見せました。再生可能エネルギーを推進することで世界をリードし、我が国を再び偉大にする。おい、聞いたか？どうやら英国は、化石燃料を諦めたみたいだぜ。まあ、環境保護の観点もあるんだろうけど、化石燃料使わないでエネルギー賄うなんて、実際無理だよな。そうだよな。環境保護はやってもいいけど、化石燃料を諦めるなんて、非現実的だよ。流行りの再生可能エネルギーに乗っかれば、支持率上がると思ってるんじゃないか？なんでいきなり地獄を見せられてるの？この会話はあくまで創作だ。今の会話、どう思う？まあ、真っ当なこと言ってるんじゃない？環境保護は是非してほしいけど、だからって化石燃料に切り替えるのは、ちょっと無理じゃないかな。はい、引っかかった。え？これはありがちな奇弁。わら人形論法だ。なんだってー。何それ？この二人は、化石燃料を諦めて、再生可能エネルギーに進むのは無理という。一体、何の話をしているんだろう。大統領は、再生可能エネルギーを推進すると言っているのであって、化石燃料を諦めるなんて言ってない。あ、そういえば。ここでは、大統領の発言がねじ曲げられている。再生可能エネルギーと化石燃料の共存も全然あり得るのに、再生可能エネルギー全振りという、極端な虚構を作り上げている。ないものを作ったんだね。紙の所要じゃん。つまり、不当に単純化して、否定しやすく加工しているんだ。そして、大統領の発言を否定した気になっている。このやり口が、わら人形論法だ。確かによくよく考えると、大統領の主張は否定できてないんだね。ここでは、奇弁のせいで、健全な議論が阻害されている。エネルギーをどう使い分けるのか、何にどっちを使うべきか、どのくらいの期間で割合を変えていくのか、そういう議論を積むべきだ。その方が前向きだし、得られるものがありそうだね。しかし、奇弁はこの議論に割くリソースをいたずらに消費する。わら人形では、どこにもたどり着けない。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。ってこと？違う。じゃあ、わら人形論法の雰囲気をつかんだところで、応用編を見てみよう。テーマは進化論だ。ねえ、社会生物学って聞いたことある？あれって、人間の行動は全部遺伝子で決まってるって話なんだ。だから、人間は変われないんだってさ。その話、知ってるよ。それに、社会生物学者は性差や人種差も全部遺伝子のせいにして、不平等を正当化しようとしてるんだよね。優生学と相性が良さそうだ。ろくでもない学問だね。人の全ての行動や社会的な違いを遺伝子のせいにするなんて、社会生物学は、科学の名を借りた遺伝的決定論に過ぎないわ。危険だよね。自分たちの行動や社会的な地位を変えようとする努力を無駄にして、現状維持を推し進めている。これ以上、こんな考え方が広がるのは阻止しないと。そんな学問があるの？社会生物学、ダメ、絶対。これは専門的で、小難しい話題だ。故に、誤解されやすいし、誤解しているとも気づきにくい。え？誤解なの？いいかな？
社会生物学という学問はあるけど、別にヤバいもんじゃない。ここでも藁人形が受肉し、中身が歪められている。呪物扱いじゃん。まず、社会生物学とは、遺伝子決定論ではない。社会生物学っていうのは、進化論を使いながら、なんで生き物が特定の社会的行動をとるのか、説明しようとする学問だ。例えば、なんで親は子供を守ろうとするのか、なんで群れで生活する生き物がいるのか、こういうことを、遺伝子の観点からも解析する。じゃあ結局、遺伝子のせいって話に行き着くんじゃないの？いや、そんなに簡単な話じゃない。そもそも遺伝子の働きは、社会構造や自然環境の影響も受ける。周りにいる同種異種の生き物との関わりや、経験、学習の影響も受ける。社会ってつくだけあって、遺伝子だけの話じゃないってこと？そう、社会環境と遺伝子の両方を見ているとも言える。そういう複雑な関係性を扱うのが社会生物学だ。発足当初からね、常に遺伝子が上位にあるなんて、考えていない。そっか、実際は社会も遺伝子も扱ってるのに、遺伝子だけで説明しようとしてる、っていう藁人形を作り上げてるんだね。歴史的に見て、社会生物学は実際に、多くの不当な批判を受けた。1970年代の、社会生物学論争として知られているよ。実際にあった出来事なんだね。社会生物学は、現在の進化論を支えてきた重要分野だ。そのうち、進化論史シリーズでも紹介するつもりだよ。で、この論争には、他の誤解もある。そもそも社会生物学は、人限定の学問じゃない。創始者と言われるエドワード・ウィルソンは、その著書の中で、多くの生き物を引き合いに出して、社会生物学の枠組みを作った。その中で人に割かれたページ数は、5% 程度に過ぎない。人だけ対象にした学問ってわけでもないんだね。ここでも藁人形が受肉している。人の話は全体のごく一部に過ぎないのに、あたかも、それが全体であるかのように加工して、全体を批判できた気になっている。そして二つの藁人形を合体させ、人は変われない、すべては遺伝子、生まれつき。そんな極端なことを言い始めてしまう。心配しなくても、そんな主張が主流だったことは一度もないのに。じゃあ、誰と戦ってるの？わからないけど、ともかく批判対象が藁人形なので、社会生物学や進化論について、特に批判できてない。そしてここではさらに、別の奇弁も組み合わせている。有生学とも相性がいいという主張だ。有生学って何？要するに、人を品種改良しようぜって話だ。人類の粗悪な遺伝子を淘汰し、遺伝子レベルで改良して、有用なものを保存することを目的にしているぞ。あ、マジでヤバい話だ。でも、そういう危険性はあるんじゃない？いや、社会生物学じゃ無理でしょ。だって、社会生物学は遺伝子至上主義じゃないんだから。環境とか社会構造とか経験とかも含んだ上で、遺伝子の働きを調べるんだから。むしろ、遺伝子至上主義を否定する方向の学問だぞ。そっか、遺伝子が影響を受けることも考えてるんだね。実際、影響を受けるからね。それに、遺伝子の良し悪しって概念が意味不明だ。それは人本位の物差しでしかないから。あらゆる生き物を対象にする社会生物学では使われないやり方だ。それなのに、なぜか、有生学と結びつけられることがあった。こういう風に、レッテルを貼り付けて、イデオロギーの問題にする論法は、イデオロギー的変更と呼ばれる。思想の戦いに持ち込むんだね。そう、ここでも的外れだ。有生学的思想を危険視し、広がることを抑えたいのならば、社会生物学を相手にしてる場合じゃない。別に遺伝子ファーストの学問じゃないからだね。逆に有生学への反論になるよね。とりあえず、遺伝子で全部決まるって考えてる研究者はいないんだね。個人レベルで見ればいるかもしれないね。ただし、社会生物学、進化論ではそう考えていない。では、別の奇弁術を考えてみよう。これも実際にあった、学問に対する批判の一つだ。昆虫の中には驚くほど複雑な行動を示す種がいるよね。例えば、アリの社会とか、蜂の巣作りとか。こういう複雑な行動は、進化論で本当に説明できるのかな？それに、根とかの複雑な器官も、全部は説明できてないみたいだね。だよね。そういう複雑な進化を完全に説明できてないのに、進化論は正しいって言えるのかな？もしかしたら、別の何かが生き物を形作ってるのかもしれないね。そうかもしれないね。生き物の複雑さには、他に説明があるのかもしれない。きっと今の進化論は限界を迎えてるか、間違ってるんだろうね。グーの根も出ませんな。これにもなんか奇弁があるの？そう、この会話も、もっともらしく聞こえて、実は論理がおかしい。わかるかな？おかしくなさそうだけどな。ふふ。ちょろいな。はぁ？ここで使われているのは、無知の論証という奇弁術だ。無知だと？ここでの無知とは、人類が知らないって意味だ。もう察しがついたんじゃないかな？なんかわかった気がするけど、言語化できぬ。要するに、だから何？って話？そういうことだ。
まず、こういった批判をする人は、初手から誤解している。進化論が、すでに完成しているという誤解だ。だから、生き物の全てを説明できなければおかしいと思ってしまう。もう完成してるんじゃないの？いや、理論とはそういうものじゃない。理論とは、方向性を示すコンパスに過ぎない。こう考えると、うまくいきそうだよ。っていうものであって、それが正しいかどうかを検証していくのが研究であり、科学だ。じゃあ、今も検証の最中なの？そうだよ。そして実際、ダーウィンの頃とは比べ物にならないほど、進化論は発展している。実際、わかりやすい研究結果は、ニュースにもなっているだろう？確かに。現在進行形で、道が基地に変わりつつある。そんな現実を目の前にしているのに、なぜ、今は道のことが、今後も永久に道だと言えるのだろう。単純に、研究途中のことがあるってこと？そういうことだ。そもそも、ダーウィンの発表から150年ぐらい。DNA が二重らせん構造だと分かってから、70年しか経っていない。そして、課題の数は研究者の数より圧倒的に多い。現実を直視する能力があれば、すべての謎に手が回っているなんて、到底考えられないはずだ。マンパワー問題ですな。この切実な問題を、理論の限界とすり替える主張がある。今も道なのは、理論が間違っているからだ。極めてナンセンスなこの論法こそ、無知の論証だ。まだ分かってないだけかもしれないのに、今後も分からないって決めつけてるんだね。この論法は、人類にとって極めて有害だ。よく考えてみてほしい。この論法がまかり通るなら、新しい理論はもう、生まれてこない。確かに後発組は全滅しちゃうね。出来たての時は、これから検証する段階で、わからないことだらけなのに、その時点で潰されちゃうよね。そう、初めっから完璧でなきゃダメということになる。無知の論法は、現在発展している理論だけでなく、新しい芽まで摘み取ってしまう。そういう意味でも、非生産的ってやつなんだね。そして皮肉なことに、進化論を無知の論法で否定して、別の理論を主張する人たち自身にも、無知の論法が容赦なく襲いかかる。もしかして、大案を出すことさえ封じられちゃうの？そう、完璧じゃない大案も、無知の論法で制圧できるぞ。やばすぎる。もう何も残らないじゃん。だから有害なんだよ。化石記録についても同じ類の奇弁が使われる。中間種が見つかっていないのは、進化論が間違いだから、とかね。聞いたことある。この主張も、何ももたらさない。いくつもの条件が重ならないと化石にはならないのに。掘れば全ての生き物の化石が揃うという前提は、どこから来るのだろう。あ、全部の生き物が化石になって眠ってる保証もないよね。そう、ないことは間違っている根拠になれない。それはただ、研究の余地があるに過ぎない。実際のところ、私は過去にいくつも、最近の論文を紹介してるよね。研究の余地があったから、新しい研究結果もあるんだよ。確かに、発展の余地がないなら発見もないはずだよね。もちろん、今の方法を疑うこと、それ自体は悪いことじゃない。もし進化論が違うと思ったのなら、それはチャンスでもある。あなたが考えたより良い理論によって、今の進化論では説明できないことを、説明するチャンスだ。何かがあると示すことによって初めて、進化論と競うことができる。ないことは示せないのだから。セルフ悪魔の証明になっちゃうんだね。じゃあ、こんなところで、今回の内容をまとめよう。今回は、人類が生み出した最悪の技術を紹介したね。主張をねじ曲げて、否定しやすく加工する藁人形論法。理論を否定するのではなく、思想に持ち込むイデオロギー的変更。ないことを根拠にしちゃう無知の論証だ。奇弁って、いろいろあるんだね。正しそうに聞こえるけど、よく考えると何も言えてないんだね。そう、正しそうに聞こえる。これが厄介だ。学問や世界経済、政治、こういう複雑で奥底が見えにくいものの場合、単純でわかりやすい説明につい飛びついてしまう。これは私も含めて、誰にでもあることだと思う。奇弁はそこにつけ込む。よく知らないことって、正しいかどうかの判断も難しいよね。そう、知識も必要なのに、奇弁まで混ぜられたら、簡単に騙されてしまうだろう。じゃあ、どうすればいいの？知識不足は勉強すればいい。ただ、奇弁を見抜くには、国語力がいる。まずは、どんな奇弁があるのかを知ることから始めたらいいかもね。そういうの、義務教育でやればいいのに。それな。ちなみに奇弁には、意図的に、間違ったものを正しいと思わせる、というニュアンスがある。意図的ではない場合は、誤謬という言葉の方が近い。じゃあ、気づかずに藁人形を生み出したら、それは誤謬なのかな。ニュアンス的にはね。世の中にはびこる誤った論理が、意図的に生み出されたのか、それとも本当に正しいと信じているのか、どちらの方がマシなのかには、議論の余地があるだろう。好きな地獄を選んでね。こういう風に、二択しかないように見せかける論法を、偽のジレンマというぞ。まだあったの？
まだまだ応用パターンがあるから、残りはまた今度紹介しよう。というわけで、ここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思ったら、チャンネル登録・高評価お願いします。それでは、また次回お会いしましょう。また見てね。